Hey. Apa kabar kalian semuanya saja? Kembali lagi di channel Bongol. Okay, ya. Di video kali ini gue bakal ngelanjutin Toarus Majutsu no Index Reaction Season 1. Kemarin episode 5, sekarang episode 6. Terakhir kemarin kita bisa ngelihat kalau si Toma berhasil apa ngehancurin satu apa ya, semacam segel atau kutukan yang dipasang oleh gereja Necessarius, dan hal itu menyebabkan pokoknya intinya tubuhnya Index diambil alih sama John apa gitu namanya, gue lupa, dan pastinya ya, dan si John itu tadi berusaha buat ngancurin siapapun yang udah ngebatalin segel tadi di Index. So ya, yeah. Dan ternyata Tom agak salah apa-apa sama si Kaorichuan, sama si Steele gak salah apa-apa juga, dan ya pastinya bakal ada pertarungan di episode ini. So ya, yeah, let's go, kita lihat seperti apa kelanjutannya episode 6 ini. Let's go, itu harus season 1 episode 6, let's go. そういや、一つだけ聞いてなかったっけか。超能力者でもないてめえが、どうして魔術を使えないのかってわけ。おう、ジェル。ふぅ。インデックスは魔術を使えないなんて、教会が嘘ついてやがっただけだろうが。ああ、そうだよ。インデックスは一年おきに記憶を消さなきゃ助からないってのも大嘘だ。こいつの頭は、教会の魔術に圧迫されてただけなんだ。そいつを打ち消しちまえば、もう記憶を消す必要なんかなくなっちまうんだよ。セントジョージの聖域は、侵入者に対して効果が見られません。他の術式へ切り替え、侵入者の破壊を継続します。曖昧な可能性なんていらない。あの子の記憶を消せば、とりあえず命を助けることができる。僕はそのためなら誰でも殺す、うん、いくらでも壊す。そう決めたんだ、ずっと前に。てめえはインデックスを助けたくないのかよ。てめえらずっと待ってたんだろ。インデックスの記憶を奪わなくても済む。インデックスの敵に回らなくても済む。そんな誰もが笑って、誰もが望む最高なハッピーエンドってやつを、命をかけてたった一人の女の子を守りてんじゃないのかよ。だったらそれは全然終わってねえ、始まってすらいねえ。ちょっとくらい長いプロローグで絶望してんじゃねえよ。手を伸ばせば届くんだ。いい加減に始めようぜ、マジ寿司。サルファイ、ゼロゼロゼロ。これはドラゴンブレス。伝説にあるセントジョージのドラゴンの一撃と同義です。それにたった一枚でも触れてしまえば大変なことに。イノケンティ、行け能力者。警告、Let's go! 第22章、
第一節。炎の術式の逆算に成功。曲解した十字教のモチーフをルーンにより記述したものと判明。神様、この世界があんたの作ったシステムの通りに動いてるってなら、まずはその幻想をぶち殺す。Cuma dengan sentuhan coy. Yeah baby. Yang diperlukan cuma sekali sentuh aja dan udah hancur. When fuck? What? し、君とあと二人、ID を持たない人間がこの町に入り込んでいたらしい。ということとは無関係なのかな。そう。トマカメジュ。それは君宛てではなく、あの少年宛てのものだと思うけど。いいんだよ。まったくよくやってくれたな、この野郎。と言いたいところだけど、その個人的な思いの丈をぶつけてしまうと、世界中の木々を残らず切り倒しても紙が足りなくなるのでやめておくよ。イギリス正教は、あの子を大至急連れ戻したがってたけど、僕たちを騙していたことの説明を求めたら、あっさり現状維持と来やがった。実際には様子見というのが正しいのかな。僕たちは情報を集め、しかるべき装備を整え次第あの子の回収に挑むつもりだ。寝首をかくのは趣味じゃないので。あの少年のことなら直接会って確かめた方が早いと言いたいところだけどね。まあ本人の前でショックを受けるのも失礼だから、手っ取り早くレッスン1だね。Kemarin si Toma, oh kemarin. Tadi kan si Toma kena apa? Bulu tadi kan di kepalanya. So, what happened? Apa yang terjadi sama si Toma? Ano. Anata, 病室を間違えていませんか? あれは記憶喪失というより記憶破壊だね。記憶破壊？思い出を忘れたのではなく、物理的に脳細胞ごと破壊されてるね。あれじゃ思い出すことはまずないと思うよ。まったく。Hilang ingatan si Toma. Karena sel otaknya hancur. ひょっとして俺たちって知り合い？トーマ、覚えてない？私たち学生寮のベランダで会ったんだよ。俺、学生寮なんかに住んでたの。トーマ、覚えてない？トーマの右手で私の歩く教会が壊れちゃったんだよ。歩く教会って何？トーマって誰の名前？トーマって誰？トーマ、覚えてない？インデックスは、インデックスはトーマのことが大好きだったんだよ。ごめん。インデックスって何？人の名前じゃないだろうから、俺、犬か猫でも飼ってんだ。ふぅー、hilang ingatan ternyata si Toma。なんつってな。は？引っかかった。犬猫言われて何感極まってんだ？お前はあれですか？首は趣味ですか？もしかして俺にそういうプレイ要求してるわけ？あのカエル顔の医者の話じゃ。ドクタースタンパンコード。だったら記憶喪失になっちまうはずだったってか？はずだった。ザファーク。だってさ、そのダメージってのも魔術の力なんだろ？だったら話は簡単だ。
てめえの頭に右手を当てて、てめえに向かってイマジンブレーカーをぶち当てちまえば問題ねえ。イマジンブレーカー？それにしたって、普段散々人を振り回してたお前のことだ。今回のことで、ちった自分見直すことができたんじゃねえな。Woi, dokter tampang kodok. Dokter tampang kodok. Kimi, 本当は何も覚えてないんだろう。確かに、あの事件のことは二人に聞いたままを伝えたけど。あ？俺、なんだかあの子にだけは泣いてほしくないなって思った。わっ！Ternyata hilang ingatan beneran coy. これがどういう感情かわからないし、きっとも思い出すこともできないだろうけど。君の思い出は脳細胞ごと死んでる。脳には情報は残っていないはずなんだけど。なら一体どこに思い出が残っているっていうんだい？そりゃ決まってますよ。ん？心に、じゃないですか。人工衛星オリジネ1号との交信が途絶えてからすでに2週間が経過していますが、依然通信復旧のめどはついておらず、まさか今後の対応について早急に協議し決定するとしています。ステイルマグヌス。おい、ステイ、ここに来た人間はみんな私のあり方を観測して同じ反応をするのだ。機械にできることをわざわざ人間がする必要はないだろう。Who is this? アレスター統括理事長。アレスター。君を英国から呼び戻した理由はすでにわかっていると思うが。ディープブラッドですね。いるかどうかもわからない。とある生き物を殺す能力を有する少女が監禁されている。我々科学側が魔術師を倒してしまうという一点に尽きる。科学側と魔術側、お互いにそれぞれの技術を独占しているからこそ今の世界のバランスがある。魔術師の僕が魔術側の人間を潰す分には何の問題もないということですか？それに魔術師にとっての天敵となる一つを私は保有している。イマジンブレイカー。イマジンブレイカー。けれど超能力者を使うのはまずいのでは？問題ない。あれはレベルゼロ、無能力者だ。あれにはそちらの技術を理解し再現するほどの脳もない。故に君たちの情報が漏れることもない。わかりました。ディープブラッドなんてものが本当に存在するんですか？もし仮に存在するのであれば、それは殺すべきとある生き物が存在することを証明してしまう。吸血鬼、ヴァンピール。オカルトは我々ではなく君たちの領分だと思うのだがね。ディープブラッドが吸血鬼の存在を証明したというならば、イマジンブレイカーは一体何を証明してくれるのだかね。オッケー、Let's go. So, episode ke-6. Si Toma kehilangan ingatan. Cuman gue tadi sempat kepikiran emang benar-benar bisa apa batalin hilang ingatan pakai imagine breaker, tapi ternyata cuma bohong demi si Index. So yeah, tadi juga muncul Alistair. Gak tahu, mungkin Alistair semacam apa, mungkin pemimpin para Esper mungkin, karena kan ya tadi kan dibilang dia di bidang teknologi, sementara si penyihir di bidang ya sihir. So ya,
menarik ada sebutan Deep Blood. Gue gak tahu Deep Blood siapa, belum muncul juga. Dan ya, sepertinya si Toma bakal mulai dari awal lagi karena udah gak punya ingatan sama sekali si Toma. Gak tahu ntar bakal kayak gimana, apakah bakal terus melindungi si Index mungkin kedepannya. So kita lihat aja di episode selanjutnya. So ya, yeah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa request video apapun di komen, ntar gue cek. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.